千鶴ちゃんのために千鶴ちゃんの手紙を読むね。エディちゃんへ。ハッピーバースデー。でもどうやってこれとか作ったの？うまいね。早速これ着てみたよ。プレゼントありがとう。このプレゼントもありがとう。じゃあバイバイにゃ。これだよ、ゆりちゃん。で、これもうまいね。